Hey Natsuki, are you ready to do your 73 questions? Okay, let's do this. Come and shopping with me. Natsuki-san, 今回のフライトはどこからでしたか？今回のフライトはシンガポールからゴールドコーストまでです。勤務何時間でしたか？勤務は7時間半のフライトでした。じゃあ長いのお疲れ様でした。ポジションは？C3 っていうポジションです。C3 の役目って何ですか？ C3 の役目はドアの開け閉めで、簡単に見えて結構難しいポジションになってきます。そうなんですか。セーフティーデモはもう慣れましたか？慣れたと思ったんですけど、行きのフライトでその酸素マスクを紐を引っ張るときに紐が切れちゃって、自分の顔にバシンと、びっくりした思ってしまいました。すごい難しかったです。クルーミールは何食べましたか？クルーミールは普段食べなくて、で自分でサラダボウル持ってきてます。でそこにチリコンパートメントってところに入れて、このクルーの子たちはみんな保存してます。チアシードとか、あとピリカサラダとか、なんかヘルシーなのを最近入れるようにしてます。風邪ひきやすいので、食物繊維とか取れるように、ちょっとこれから健康な食生活していこうかなと思って、こんなのを入れてます。では最後に、今回一番大変だったこと。大変だったことは、オーストラリアの子供がやっぱ全然言うことは聞いてくれなくて、離着陸時に全然シートベルトをしてくれなかったので、それを従わせるのすごい大変でした。じゃあ夏希さん、シンガポールではスタッフアコモデーションですか？スタッフアコモデーションではないです。じゃあ外国のお家探しで一番大変だったことは？大変だったことは、シンガポール物価が高いので安いお家を探すのが大変でした。同期は日本人の方いますか？日本人の方、はい、6人全員で。じゃあ結構いるんですね。はい。同期の日本人の方はどんな方ですか？結構みんな英語ペラペラで海外経験が豊富だったので、ちょっとついてくるの必死かなとか、みんなで助け合って、みんないい方たちです。そうなんですね。トレーニングの感想をズバリ一言で言うと？一言、辛い。辛い。トレーニングの期間は？トレーニングの期間は約2ヶ月です。1ヶ月ですか。で、テストはどれくらいありますか？テストは、結構たくさんあって、10個ぐらいはあります。勉強も毎日、テストも毎日、ストレス発散はどうされましたか？ストレス発散法、それは結構友達とかに愚痴言ったりとかして乗り越えてました。では最後に、トレーニングの一番大変だったところ。一番大変だったことは、セーフティーとかセキュリティの訓練が一番大変でした。一番楽しかったところは？楽しかったことは、すごいいろんな国から同期の方が来てたので、文化をシェアしたりとかするのがやっぱ一番楽しかったです。夏希さん、今日はショッピング来ましたけども、はい、最近使ってる化粧品おすすめしていただけますか？はい、最近使ってるのはメイベリンで、メイベリンってどこでも買えて、世界中どこでも買えて、日本でも安く手に入るアイテムだと思うんですけど、この外資系航空会社だとやっぱり顔に色がある方が印象も良くて、ちょっとこれやりすぎかなってぐらい濃くしちゃっても大丈夫でして、最近この外資の CA の友達からこのメイベリンのアイシャドウをもらったんですけど、これはすごいいいです。鮮やかで、特にピンク系の色とか、ピンクゴールドとかのシャドウを使うと全然顔の明るさとかも違って、イメージも良くて、すごいおすすめです。このメイベリンのこのシテ24のリップなんですけど、すっごいおすすめです。で、外資の CA だと結構グルーミングが厳しくて、8時間とかフライトしてるとやっぱりリップの色とか化粧とか落ちてきちゃうんですけど、これは最強で、もうずっと落ちないです。だからタッチアップの必要もないし、長持ちしておすすめです。で、マットだからちょっと乾燥しちゃうんですけど、
リップを先に塗って、その後にこれ塗るとちょうどいい感じになります。ちょうど、なんか色が下にあるので、ちょっと見せますね。こんな感じで、まあ、鮮やかな赤。これが結構好まれます。このピーツリーオイルなんですけど、オーストラリア発祥でとても有名なアイテムです。で、日本では結構高く売られてるんですけど、こういうなんかオーストラリアだとすごい安く売られていて、で、使えるポイントとしては1つ目、機内で結構乾燥して喉を私今やられてるんですけど、やられちゃうんですけど、寝る前に一滴これを垂らすだけで寝てる間に乾燥を防いでくれて、次の日の朝には結構喉のイガイガとかが治ってることがあります。で、あと CA に多いのがストッキング履いて靴履くじゃないですか。で、そういう時にもし匂いが気になるなって時にこのピーツリーオイルを一滴垂らすだけでもなんか全然違って、もう匂いがもうこの匂いも良くてすごい効果的です。で、3つ目は加湿器に一滴垂らすと今言ったように匂いもいいし乾燥を防いでくれます。すごいこれはおすすめのアイテムで、この CA として必須なアイテムになっております。夏希さん、はい、今まで行ったことのあるデスティネーションの中で一番好きなデスティネーションは、一番好きなデスティネーションはベルリンのドイツ。はい、ではまだ行ったことない、でも行きたいというデスティネーションは、行きたいところはハワイのモノレールです。あ、やっぱいいっすね。いいね。では一番最後にもうこの73 questions が終わりますが、はい、CA 受験生の皆さんに3つアドバイスをお願いいたします。はい、一つ目はなんか面接会場とかに行って友達をできるだけたくさん作って、でモチベーションを高めることが結構いいかなって思います。で、二つ目は外資系を目指してる子たちは英語力がマストなので、もう英語の面接対策とかを今のうちにできるだけ多くやることが大切だと思います。で、最後はやっぱり諦めない気持ちが一番大事で、結構受験中に何回か落ちて諦めちゃうことが多いんですけど、なんか諦めるの本当もったいないし、誰もが CA になってる子は誰もが経験落ちるとかっていうのは誰もが経験してるので、今なんか落ち込んでる子とかはもうそれ当たり前だから、とにかく諦めない心を強く持って受験に挑んでほしいです。ありがとうございます。ありがとうございました。夏希さん、73 questions が終わりましたが、はい、本当に今回はお時間ありがとうございました。お疲れ様でした。ではまた。はい、皆さん今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。本当は今回はね、もうスペシャルゲストということでシンガポールからわざわざ本当にありがとうございました。 Alright, we just have finished our 73 questions filming, so we're very excited to share with you our next part. So this is part 1 of the series, so there will be a part 2 coming out very shortly, and if you have asked any questions through Instagram, we'll be answering that in the second part of this video, which is coming out very shortly. それでは皆さん、また次回のビデオでお会いいたしましょう。さよなら。外資系で働くならやっぱり身長158cmだと厳しいですか？158cm? Will you marry me from Brayden? Oh my god!